さて、前回ポヨポヨポヨっと現れたグスタフさんの指示に従ってマップに記されたこのチェックマークのところに行かなければならないんですが、その前にこの技を覚えておきたいなと。前回といってもかなり前ですが、この大回転斬りを覚えてから幾分か経っておりますので、また新しい技を教えてもらえるんじゃないかと。管理人さん、むむ、お主その剣は腕前の方もさらに上達しておる様子。うむ、今のお主ならば新たなる修行に臨むことができるはずぞよ。どうだ、新たなる修行を受けてみるか。お願いします。では新たなる剣技岩砕きについて教えるので、しっかと聞くぞよ。その1、剣で壺を切る。以上ぞよ。わかったか。イエス。そうか、よかったよかった。これでわからないと言われたら一体どうしようかと思っていたぞよ。しかし剣技というものは体で覚えねば意味がない。例によってお主の体を直接操って礼儀や技を出させてやるぞよ。では恒例の鉄心流操りの術、とくと見るぞよ。うん、操りゃ。ふう、では次はお主が自分でやってみるぞよ。壺を剣できる、たったそれだけぞよ。そのたった当たり前のことができるようになってしまった。嬉しい。うむ、見事。ではお主にこの虎の巻を授けるぞよ。万一剣技の出し方を忘れるのかな、忘れてしまった時はこの虎の巻を見て再び思い出すと良いぞよ。プルププン、秘伝岩砕きを覚えた。岩でも壺でも一撃で砕けるぞ。岩も。というわけで新しい技を覚えました。もう一個ぐらい教えてもらえないかな。むむ、お主その靴は腕前の方もさらに上達している様子。この様子だと教えてもらえるのかな。うむ、今のお主ならば新たなる修行に臨むことができるはずぞよ。どうだ、新たなる修行を受けてみるか。お願いします、管理人さん。では新たなる剣技ダッシュ斬りを覚えるので、教えるのでしっかと聞くぞよ。その1、ペガサスの靴を装備。その2、剣も装備。その3、ひたすら走る。以上ぞよ。わかったか。はい。よしよし、素直ないい子ぞよ。剣とペガサスの靴は好きな方のボタンに装備すればよいぞよ。しかし剣技というものは体で覚えねば意味がない。体で覚えねば言いづらいな。覚えねば意味がない。例によってお主の体を操りゃ。ふう、では次はお主が自分でやってみるぞよ。ペガサスの靴と剣を装備してひたすら走るぞよ。なるほど。ペガサスの靴を、あ、にゃにゃにゃ、靴を、うん、装備。で、そっからちょっと離れて、おお、うむ、見事。ではお主にこの虎の巻を授けるぞよ。万一剣技の出し方を忘れてしまった時はこの虎の巻を見て再び思い出すと良いぞよ。プラパパン、秘伝ダッシュ斬りを覚えた。風のように走る、切る。というわけでまた新しい技を覚えてしまいました。もう一個ぐらい。誰よりも高く遠くに飛べるようになったらまた来るが良いぞよ。鳥になれってことかな。お、なんか可愛い人増えてません。この人前いたっけ。お城にしばらく帰りたくないな。魔物をお城の中で見たっていう人もいるし怖いわ。何、お城の中に魔物がいるとな。ちょっとハイラローの様子がおかしいとかってね、噂されてますからね、この町の人。あ、マロンさん、だって首振ってね、もう陽気な感じで、もう可愛らしい。だらいらしない。あら、いらっしゃい。栄養たっぷりロンロンミルク、瓶に1杯100ルピーを、まあ、ちょっと買っていくか。プルプルン、ロンロンミルクを手に入れた。いつもありがとう。毎度あり、今後もロンロンミルクをよろしくね。よろしくどうぞ。ハイラル城中庭、エレメントを手に、おっと、通してくれよ。ハイラル王のご命令でここは誰であろうと通すわけにはいかん。さあ帰った帰った。え、ハイラル城の中の中庭にあのエレメントのあの扉があったはずなんですが、これ通れないかな。いや、穴があるはず。あ、階段があるじゃないか。いや、この階段はもしかしてあのかけら合わせ、ハートのかけら、ハートのかけらを手に入れた。今持っているかけらは3個。あ、あと1つじゃないか。これは嫌が王でも探さなければ。あ、ちっちゃくなって、あそこの穴ぽこ落ちることができるが、エントランスなんかってあるのか。あ、これじゃね。いやー、なるほどな。あ、ペガサスの靴をこう都合よく装備していたけど、よしよしよし、さあ行け。ドン、エントランスが出てきました。密かにちっちゃくなっておきましょう。
ちっちゃくなって、その茂みの隙間からすすいとで穴ぽこ落ちる。ひょこ、あら、なんかここら辺にいつも宝箱とか配置されてるんだけどな。ピッコロさん、お客様とは珍しいわね。何にもないけどゆっくりしていってね。あなたに用があるんですよ。かけら合わせができるみたいだから。あら、かけら合わせするの。じゃあやってみましょうか。緑だから、うわあ、残念、合わない。くぅ、奥様、うん、やめちゃうんだ。あ、奥様、あ、いや、入り込める。あ、すごい、なるほど。うわ、宝箱か、貝殻か、50個か。ただそれだけかよ。ハイラル城の中に忍び込めるかと思ってしまったよ。いや、いけるのでは？これ、隙間、あー、登れないよね、そりゃね。いけないかな。本当にもうこのちっちゃな体じゃ、ハイラル城を攻略することはできないみたいです。となればだ、一回来たこのハイラル平原を出て、いや、でっかい川があるから、一回ハイラル町に戻るか。ハイラルの町に戻るか。ベーレ高原を進んだ先に、これあるんじゃない？いけるんじゃない？チェックマークいけるんじゃない？木は切れないか。あそこのはしご何なんだろう。いや、ちょっと気になるよね。いや、気になるな。あ、泳いでいけるじゃん。で、ここはモグラグローブ、ホリホリグローブ、装備、ザックザックと。宝箱、幸せのかけらを手に入れた。なんか男女になってんね。また虫がいるね、あれ。倒す。ズン。よいしょ。まだか。来ないで。よっしゃ。倒すことができました。ハートドロップ。はしごを降りるのか、下るのか。下ります。妖精さん、何？くっそ。めっちゃぬくそうなロンロンミルク満タン入ってるんだよな。ただ妖精さんの方がちょっと需要が高いかな。ああ、妖精さん、くルパン脱ぎだよ本当。なるほど。あ、こっちにも行けそうだが、一回こうちょっと回らなければならない。なんだろう。次は何があるのかな。続いて左右掘れるところがあるが、右から行ってみようか。どれどれ、あ、はしごと宝箱、幸せのかけら、かけらかけら、幸せのかけらと、向こうにも宝箱があるな。行かずにはいられないが、あの虫さんがな。てかもうそもそもこれ虫なんだろうか。よいしょ。4回攻撃を当たれば倒せると思うんでしゅが、ここだ。オッケー、幸せのかけらだ。もう何個手に入った？あ、5ルピー。さあ、はしごを登っていきましょう。さっきは下りましたが、今回は登る。お？さっき言ってたところに出ましたね。で、エントランスがあります。で、ツタがありますから、その先にキノコの家があるんですが、あの水たまり、やっぱりおかしかったでしょう。どういうこと？あ、かけら合わせができる。ちょっとやってみようか。また緑か。あ、これかな？二つのかけらはぴったり合わさったら何かいいこと起こるかな。さあ、ルピーが中に入ってる宝箱がどっかに出てくるはずなんですが、ここはどこだろうね。水場があるということは、あらら、階段ができてしまった。ベーレ高原、さて戻ります。こっちはいけないから、タコちゃん右手側かな。ハイラル平原で、マップを見てみる。いけるかな、いけないかな。あ、いや、いけそう。橋は壊れてます。あ、お前は危ねえ。ゴルピー、ここ橋壊れてますからね。これは無理にいけない。こっちも泳いでいけるのか。いや、ちょっと泳いで行ってみましょうか。どこに繋がっているんだろうか。お、洞窟があるよ。なんだ、うわ、やった。これでハートが4つ揃うぞ。てれててん、ハートのかけらを手に入れた。
4個で器が完成。でこれでヒーフミーヨー1234567890 ヒーフミーヨーを言った意味とは10個ありますね。で、あ、これはこれはホワイトソードで2人に分身しても押せないでしょう。3人分かな。後回しだ。はしごを登っていってどこに繋がって、あ、この岩が砕けるんじゃない。岩砕けねえじゃん。爆弾の出番か。ここに置く。ドカン。先ほど通った洞窟が目の前にありますから、これ泳いでいって、なに、宝箱ある。うお、100ルピー、顔がにやける。また宝箱だ。今度100個だ。結局ハイラル城に戻ってきてしまったではないか。ハイラル王のご命令でここは誰であろうと、さあ帰った帰った。あっ、こっち隙間、あー危ない、あー隙間縫っていけるっぽいぜ。こう、やべ、いけるっぽいぜ。さあ帰った帰った。そう、タコス食えよ、タコス、タコス、ジェ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 、あー見つかるぜ、タコスだぜ。本当にもう慎重に行かなければ。来た、オッケー。でまだまだいるでしょうからね。ここなのだ。よし、うまい。これでもう入れるんじゃない、いけるんじゃない、いけません、ダメっぽいか。草を買ってみよう、5ルピー。やったー、隠し通路だ。はしごを降りて、なになになに、蛇が飛んでくる。あーとととと、えええ、危ない危ない危ない、あらあらあら、罠、何、入れない、入れないよな。隣にスイッチあるじゃないか。よっしゃ、潜入成功、ハイラル城。これハイラル王に見つかってもやばいのではないのか。いや、こっちから中庭に行けたか。オッケーオッケー。で、はい、子供にしか見えない扉、聖域。エレメントを1つ手に入れておりますから、そのエレメントを中央に掲げる。まずは剣を刺さなければならないのかな。チン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 、こっちか。ふむふむ、剣に力をため続け、光る床に乗ると書かれて、あ、いやいやいや、それは分かっているのだが、あ、刺せた。プルププーン、剣に雫のエレメントの力を宿した。新たなエレメントの力を宿し、3人に分身できるようになった。なるほど、剣が、剣の色が変わりましたね。この色結構好きだな。というわけで、じゃあ今回はここら辺にしておきましょう。剣にエレメントの力が宿りまして、3人に分身することができました。先に攻略しておいて、あの3人じゃなきゃあそこの岩を押せないんじゃないかっていう、あそこもちょっと気になりますから、また次回攻略していきたいと思うのでよろしくお願いします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。失礼します。